はい。皆さん、こんにちは。今日は、先日お約束したように、スノー a i のバイブルパート2ということで、前回は、プロンプトから制作というのをやっていきました。それを僕の中では、パート1というふうに呼んでいます。そして、今日お伝えするのは、歌詞を作ってからスノー a i で音楽生成をしていくという流れでお話しする。これが、Part 2と。 いうことだとだだ思ってくださいこの2つの使い方を上手に勉強していただいてその時に合った方法でやっていただくとすのでとできると思いますではやっていきますけれどもパート1もそうなんですが ChatGPT+ プラスのユーザーさんで GPT 図というのが使える環境の方 ここに的を絞っています今まではチャット GPT+ プラスに加入していないような方でもなんとかできないかというようなことを思いながらやってきたんですけれどもこのシリーズからですね素の AI もこの V3 というのになって本格的に音楽が作れるようになりました。もちろんそれは音楽制作というのを普段やっている方もそうですし そうじゃなくって動画を作ってその BGM を簡単に作りたいと思っていたような今まで音楽にはそんなにも縁がなかった人でも作れるようにということで素の AI がとっても進化してきたので今まではまずはお試しをしてからぼちぼちご予算に合わせてやったらどうですかそういうようなスタンスでいました。でも,もう あまりにもしっかりした形で楽曲というのを作れるということもありまして僕のお友達や生徒さんというのは音楽作りを目指すための DTMR、er、と呼ばれるような人でより専門的にということまでも僕はサポートしてきたんですけれどもこの SnowAI を使ってやるというのはもうそういう次元じゃなくって未来の音楽制作は こういう形になっていくだろう。このような期待と未来を見つめていくということを本格的にやってほしいなということで、その AI も少しさえテストをしたら月8ドルもしくは10ドルの課金をして頑張ってみませんか。そしてチャット g p t の方も月額は20ドルですけれども、もうそれもこれからインフラ化のようになりますよと。 まあいつでもやめれることはやめれるのでですね本当に音楽を作りたいならば月28ドルもしくは30ドルの費用を頑張って捻出してやっていきましょうというスタイルに僕はもう移行しましたので皆さんここだけはご理解いただきたいと思いますただしこの歌詞ビルダーというのを V3 対応にアップデートをしますがその カシビルダーに近いものだけはチャット g p t の無料版や g o o g l e b ー r d そしてコパイロットそういう無料ツールででもできるようにプロンプトのテンプレートというのだけは後日配布しようと考えていますそれらは僕が運営しています s の a i 専用のサイトというのがありますのでそれは概要欄に貼っておきます そのページを見ていただいていろんなアップデートとかがあるかないかたまにはチェックしていただいてそれ以外にもいろんなノウハウをその AI 専用のサイトですので展開していきますからぜひともそのサイトも有効に活用してみてくださいさて前置きが長くなりましたが実践に入っていきたいと思いますその AI の専用ビルダーという名前でですね こうやって GPT 図を作っています。 概要欄から飛んでいただくと、この画面になります。そして、まあ、基本的には日本語で作ることが多いと思いますので、スターターのところに、s の AI の歌詞を日本語で手伝ってというのを押してください。その他にも、s の AI の歌詞を英語で作って欲しい方用のボタンと、そしてインスト曲を作る。この機能も新たに追加しました。ですから、 V3 対応のインスト曲。これはとっても便利に作れるようになりましたので、これは後半にお話をします。じゃあ、スノー AI 歌詞を日本語で作って、このボタンを押します。はい。このように最初はメニューが出てきます。10番までメニューがありますよね。これに対して、お任せというところは必ず入れる必要はありません。一応ですね、 まあ、こういう10個の項目があるというふうに思ってください。じゃあ、タイトルから行きましょう。はい。1、春になれば。2、J-POP。BPM は90で女性ボーカルと。僕は今、あえていろんな入れ方をしました。タイトル、春になれば。そういう書き方でもいいですし、省略形で書いていただくのもいいです。ほとんどの場合、間違いなく、 g p t 図は認識します。そしてどうしても g p t 図が聞きたいことがあれば聞いてきますので安心してこのように送ってください。春になればというタイトルで J-POP ジャンル BPM90 の女性ボーカルで提案しますということでした。はい、出来上がりました。ちょっと歌詞の部分を確認しましょう。タイトルは春になればということで J-POP で作りますよと。 歌詞のイメージは、春の訪れを待ちを浴びる心情を表現し新しい季節の到来とともに訪れる新たな始まりや希望を描きますという全体イメージを作ってくれましたそしてそこから下が歌詞ですはいそうしましてスタイルオブミュージックというのがあります。これ2つ出ていますけれども上側これを採用してください 一つは英語で一つは日本語訳ということです。僕自身が英語が苦手なんで GPT に日本語も書いてという風にプログラムしています。爽やかな J-POP で BPM90 女性ボーカルでピアノとストリングス。はい。このピアノとストリングス言ってなかったですけれども GPT 図がこのようにしてくれたわけです。もちろんこのスタイルオブミュージックは ご自分で変えてくれてもいいですけれども、もう難しいことはあまり考えないでやりましょう。ピアノとストリングスとなっていますけれども、じゃあドラムは入らないのか、入ったり入らなかったり、いろいろ、そういうのは、その AI でクリエイトボタンをピュッと押すだけで、また新たな提案もしてくれますので、あまり深いこと、難しいこと、そういうことは考えずにやりましょう。 音楽のプロでサウンドのエンジニアをしている僕がそう言うんですから僕自身はもう頭を切り替えましたプロの音楽もずっと作ってきましたがもうそういうことは違う路線として僕はこの素の AI に取り組んでいますじゃあこの歌詞全部は一気にいきませんいわゆるここで言う2セクション分これぐらいしか その AI は2分という制限の中でできる範囲というのがあるので2セクションずつぐらい送るのが一番理想だと思いますただし V3 になるまでは1分20秒だったんですでもこれが2分になりましたもう近い将来これが4分5分ぐらいになってくれたらつなぐとかそんな難しいことはオプションとしての機能としてあるだけで もう一曲バッチリできると思います。実際2分になってからはプロンプトでやったりするとちゃんともう一回でなんかいいようにエンディングまで作って完結した曲を作ってくれるそういう場合が多くなりました。ですからもう難しいことは考えずにやっていきましょう。この2つコピーします。そうしましてスノの画面に行きます。 ここは歌詞を入れるときはカスタムモード。このようにしてください。そしてここに貼り付けます。こういうことですね。そしてインストールメンタルではありません。いわゆるインスト曲。それではありませんので、このチェックはしないでください。そして音楽のスタイルに先ほど出ましたこのスタイルオブミュージック。これコピーコードというので押します。そして スノの方のタブに行って、そして音楽のスタイルというところに貼り付けてください。そしてタイトルはま適当な形でやっていただいても結構です。春になればこれをコピーして貼り付けましょう。そして重要なのは課金ユーザーさんの方はこの V3 アルファこれを選択することです。ここまでできましたら作成するというボタンを押します。 英語モードでやってくれてる人は「クリエイト」というボタンになります出来上がったようですだいたい15秒から20秒で2曲提案してくれるようになりましたでは聴いてみましょう「行く時の道を歩く」「き始める街の の風が「<music> そう 冬の記憶を春の風がそっと払う春になれば君と見たい 2曲ができました。じゃあこの2番目の方に楽曲をつないでいきましょうそういう時はこの右端の3点メニューからこの曲から続けてください Continue from this song と英語ではなっていると思いますけれどもこれを選択してくださいすると左の画面の方に今の曲がここにやってきます今回は後ろちょうどいいところで終わりましたのでここに 続きからというところで秒数を指定したりしてどっからつなぐかということができるようになってるんですこれが V3 のとっても特徴的で優秀な機能なんですが今回は使わなくていいのでこのままにしておきますこれのつなぎ方の方法が分かりたい方は僕のチャンネルでこの23回の動画の中でつなぐということを キーワードにして動画を何本も作っていますので、そちらの方を見てください。では、続きの歌詞というのをこちらから拾ってきます。はい、これですね。そして、エンディングという言葉もちょっと入れておきましょう。これだけを選択してコピーをします。はい、角の方に行きます。そして、この歌詞を書き換えます。ここで貼り付けをします。 こののようにに2番の歌詞になりました。音楽スタイルは先ほどと全く一緒でいいですのでここで作成するというのを送っていただいたらいいです日本語でやってるとこんな風に作成する作成するなんておかしな言葉になったりしますできたら皆さんも英語モードでやる方がいいですよちょっと英語は苦手な方もおられると思うんですが慣れてしまえば簡単です ではこれで続きを作ってもらいましょうはいできましたなんかね今までだったらねここのところショートカットしますとかいうようなことを言ってましたでもこのエンジンがどんどん速くなってきてですねもう皆さんにここは飛ばしますとか言って言わなくてもねいいようになりました素晴らしいですね じゃあ続きを聞いてみましょう「に言葉にできない」「いも今は優しい光の中手を伸ばす」「に言葉にできない」「いも今は優しい光の中はい。 なぜか12秒ぐらいの短いのができましたね。はい。窓辺にというところがなかった感じです。これね、今、Snow AI V3 のアルファバージョンというね、まあテストバージョンですので、こういうことがちょっとあるんです。ちょっとこのエンディング削ってみましょうね。はい。そしてもう一度チャレンジしてみます。皆さんも同じようになったときは、 まあおかしいというよりもアルファバージョンのテスト版だということをご理解していただく方がいいかもわかりません。そんな時はもう一つ方法があります。これを V2 に戻すということです。V2 なら多分こういうことはないと思います。一度やってみましょう。 あえてノーカットで見ていただいています。V2 と V3 の差を分かっていただくためです。 はい、分かっていただけましたでしょうか今まではこのぐらいの時間がかかっていたんです。V3 はとっても優秀です。はい、聞いてみましょう。 日々のため はい、こんな感じですちょっと後ろがしりきれトンボ的ですのでこれはフェードアウトとかをすする方がいいですね。こうやって前のセクションと2番これができたあとはですねここで曲全体を取得という,ふうにします。一番最後に作った曲でこのように選択をしますとフル曲というのをこうやって作ってくれます これも時間は短く作れます。できましたね。そしてこの続きの歌詞をしたいというふうに思ったら、これも概要欄とかに貼っておきますし、昨日、バイブルパート1というところでこの後の歌詞を続いて考えてもらうというような作り方、そんな動画も作っています。それで歌詞をつないで作るということもできます。 それ一例やっておきます。ここに曲のリンクをコピーというこういうボタンがあります。これでコピーします。その GPT を使ってください。それはここにあります素の a i 続きの歌詞専用ビルダー。これなんです。これをやっていただきます。それでは s の a i 歌詞作りの続きを手伝ってというのを押します。はい。先ほど URL をコピーしましたね。 それをここで貼り付けをします。そして送るだけなんです。そうすると、この GPT は勝手にその AI のサイトを覗いてくれるようになりまして、そこで今最後に作った情報を引っ張ってきます。そして続きの歌詞を作ります。はい、ちゃんと春になればという曲だっていうことも分かったようです。コーラスはあと何番作ればいいでしょうかということで、 ここで明確にやるんであれば例えばはいあと1番作ってください A メロ B メロサビこのセクションです先ほどまでバースとかコーラスとか言ってましたよね海外での呼び方これを使ってたんですがあえてこのように書きます確実な決まりがあるわけでもありませんのでこんな感じで自分の分かりやすいようにしてください僕はなぜこんな書き方をしているか と言いましたら、GPT の応用力、これを見ていただくために、あえてイレギュラーにしてるわけです。はい、できましたね。この続きの歌詞専用ビルダーは、さらにですね、このようにひらがな歌詞というのも作ってくれるようになっています。その AI ですね、まあ、どっちがいいかという時と場合にもよるんですけれども、 ひらがなで指定した方がですねうまくいく場合がありますのでただしサビというのを忘れたというかですねそういう風になっていますのでサビも作ってくださいともう一度言い直しもいいですサビ忘れてますよって言ってくださいはいそうしましたらかな漢字マデリとひらがなもこのように作ってくれましたはいこれをうまくつなげればいい ということになりますもうあとはコピペするだけですのであえて作る実験というのはしませんここは飛ばさせていただきますけれどももうお分かりですよねわからなかったら何度も何度も見返してください皆さんは僕の動画モースの AI のことは10本以上あると思うんですが古いのはあまり参考にならないかも分かりませんが 直近の3つ4つの動画は確認してみてくださいそこでこの動画だけではわからなかったようなこともわかると思いますのでそこはよろしくお願いしたいと思いますじゃあここでちょっと応用をやります先ほどのスノー a i の歌詞ビルダーこれに戻りますこの一番下の黄色いやつですねまあ皆さんはこんな一覧表では出てきませんよ 僕の概要欄のところから飛んでいただいたらいいわけですここでです最後に説明するのはインスト曲を作ってくださいという時ですこれを押しますそうしましたらここでですね僕の GPT のプログラムが2つに分岐しているんですインストモードというのになりましたらもう出方なども変わってきますそして作りたい曲名今度は夏の訪れ ジジャャズズでで優ししくっって、ててのの基本バンド、そんな形で送ってみまます。このように出てきました。はい、ちょっとなんとなくややこしそうな画面が出てきましたが上がですねタイトルは「夏の訪れ」というのですよとでジャズでムードは「ジェントル」こういう風になっているわけです実際はどこが欲しいかというとこのディスクリプションこれですねこれが欲しいわけですちょっと と長いから200文字に収まるかどうかまあコピーしてみましょうそうしましてスノの方に行きますインストを作るときはカスタムモードから抜けていただきますまずはカスタムモードを外してください曲の説明のところにこれを貼りますちょっとここからが途切れたみたいですのでもうこの部分削っておきますここも削りますそうしましてインストゥルメンタルモードを オンににしししまます。そしてにします。そて、V3 これでここ本当は続くじゃないですねクリエイトのはずですがまあこれでやってみましょう日本語モードにブラウザーをしてしまうとこのように表示などに少し不具合が出るようですジャズっぽいいい音楽ができるでしょうか いい感じですね。雰囲気出てますね。次もやってみましょう。 すすすごごいいでね。ね、何がすごいって、ね、僕は10年間ずっと音楽に携わってきました手前味噌ですけれども島村楽器のコンテストでファイナリストになってプロ転向ということになったわけですその僕がやろうがこの YouTube を聴いてもらってる皆さんがボタンを押していこうが同じように素晴らしい曲が作れる。 もう知識とかそういういい問題でではないんですパソコンのことがちょっと分かっていたらできるわけです先日もコメントに「これで小学校の子とかが使って楽しんでくれたらもっと音楽を好きになる子どもがいっぱいできてくるでしょうね」という素晴らしいコメントをいただいた方がおられます。そんな風になにっていいいいたただけたらいいと思いますし いやいやそんな基礎をやっぱり学ばないとそう思われる方もいてると思いますもちろんそうですですからそういう方はそういう方で音大へ進みそして音楽の教授になっていただいてまたそういう道を開けてくれるプロもあっていいわけですけれども子供の時に音楽に興味を持ってそして素晴らしいバンドを作ってくれてですね ヨアソびさんとかヒゲダンとかそんなような素晴らしい日本の音楽シーンを作ってくれるような人が出てきてくれてもいいわけです皆さんちょっと発想を転換してやりましょう僕と同じようなプロという人はなかなかその AI のことをちょっとバカにしたような AI なんてまだまだだよとかいう方もたくさんおられますでもこれはもう インフラに必ずなります。そして一生懸命やっている僕はありがたいことに YouTube が2倍ぐらいになりました。まあ汚い話ですが言います。売上も倍になります。それぐらいうまく乗っかれば新しい世界が広がるということです。今日もご視聴ありがとうございました。またねー。